ってことで今回一発目の観光地は原爆ドーム。重いね、内容がいきなり重いね。なんでしょっぱな原爆ドームやね、出すん普通。もっとあったやろ、広島焼きとかで思いつつも、こっから編集していく。はい、まあこんな感じでいいでしょう。で別にな、その別にこの原爆ドームに来たいわけじゃないね。あのシンボルにええご飯食えたらそれでええね。こんな目の前にしたら何言うてええか全く分かれへんわ。このバカにしてもあかんやろ。でちょっといじってもすぐ炎上するし、何したらええか分かれへん。でも入れる、さすがに。はい、で次がフェリー。うん、遠いね、宮島のボートレースが。なんだとどこか分かれへん。ほんでこっから今からどこ行くねん、これ乗っただけじゃもどこ行くか全く分かれへん。うん、回収してんねん。お前観光客何撮ってんねん、ここで。お前目の前のレッカー車撮ってんのか。でもね、ここ広島、僕穴子が有名やって聞いてるんで、この後穴子食いに行きます。はいはい、味普通。なんで3000円取ってこうかなし、何がミシュランじゃお前。はい、北宮島。今回ね、あの、ちなみになんで来たかというと、我が推しの西岡なるみちゃん。あの、将来僕結婚するんですけど、あの、その人のあの、勇姿を見るために今回来させてもらいました。まさかの優勝戦乗るっていうね、あの、この時点でまず大波乱。普通に考えてありえへんから。そら行くやろ、大阪からでも。で、この後ちょっとなるみちゃんの前にボートレース楽しみます。これはね、8レースなんですけど、ここの後あの、9、10、11で、あの、取って、優勝戦並びに全部、あの、オールインするつもりでした。で、ここは小羽の頭5から行ってんすけど、まったくなもぎ。こんなんばっかりね、ボートレース。やめや、みんなもう。やっても無駄やで、こんなん。ほんまに。やるだけ金なくなるわ。って、予想絵が言ってるんで、そこの辺、皆さん、ちょっとあのね、あの、ご愛嬌ということで、はい、見てください。はい、ここからは達也の実況です。さあ、行きましょうか。今回は1、2の3、5、6と6頭から買ってました。ここから言ったそばから、1周目1幕、1、8、2が差し構えの3の3着付け。はい、1、2、3ですね。まあ正直、あの、おつは安いんで、別にまあまあええわ、思って。しかも、貼ってる金額もそんなに高くなかったし、ちょっとまあ遊び方にね、ちょっとやった方がええかなと思って。1、2、3よりやっぱ1、6の高いんですよ。で、知らん間にまあ1、2、6になりまして、知らぬ間に、ああ、1、6の50倍買ってるでございます。はい。あの、本当にね、何も起きません。この後、って思いきや、なんとここで事件が起きません。何も起きません、事件も何も。もうこのまま普通に行きました。これ多分 TikTok 上げとったら多分何も面白くない動画やけど、ここやからおもろいね。みんな笑ってるやろ。うわー、これマジであった。これ3件いとったら150件やん。マジ国変えたし、2個ぐらい。あ、嫁映ってる。誰や、おい、女も勝手になったやつ。許可取れ。なるみ、やっとや、チルとサンドで大外から行って。お前もう何も起きんやで、終了と。この後別に鳴海が何かできることもなく終わりました。ただ鳴海ね、今回よう頑張ったっすわ。ほんまに。もう優勝戦乗るだけでもザヤザヤよ。ほんまにもう。よう頑張ったよ、今回は。ほんまに。全然問題ない。あ、頑張ってる、鳴海たん。誰な、これ。手振ってるけど分かれへんから、とりあえず手振るけど。あー、消えた。で、今回最後にあの、ちょっとタンの方を食べさせていただきたいと思います。はい、普通。マジで何も普通。マジの普通。ってことで今回、達也の宮島編集をいたします。あの、動画後で見返したんですけど、うん、自分でこうなるわ。この内容は。なんか、自分が自分じゃないみたいな哲学的な話になりそうで怖いもん。で、ここちょっと最後なんですけど、あの、協定の一個知識を皆様に教えたいと思います。まあね、改めて知ってると思うけどね。例えばじゃあ、一個いくわ。まず、このスリット見た時に何が起きるかっつったら、まあ、語が絞っていきますよね、シンプルに。ってなったら、これがガーッと行って、結局、内まで行くんですよ。で、これもし、行ききれんかった時、ここががっちり抵抗された時は何が来るかって言ったら6ですよね。これが展開をつく。で、これなかなか見てないのが、こいつが2がね、差し残しておるパターンがあるんですよ。これ2、6。僕よくこれ狙うんですよね。あ、だから、あの、1、2、6の前、たまにあるでしょ。要はこれなんですよ。5とか4が、こう4がいた時もそうなんですけど、要は行った時に6の頭じゃなくて、この2、6っていう目。これ全然みんな知らんので、かなりつくんですよ。あと、言ったらあかんけど、あんま言いたくないけど、4角まくりの時。これみんな4角まくりの時って、4、1、5、前って出しがちなんですよ。これも買いがち。やけど、実はこれ、狙い目があって、4の時に、1が若干、引けるのに生まれたら、これ4、2になるんですよ、これ。4、2、1。これめちゃめちゃ見落としがち。ほんまに大事なんで、あの皆さん、あの、4カードまくりあるなと思った時は、4、1、5、前じゃなくて、4、1、2、5、前ぐらい余裕持って買えるぐらいじゃないと、買わない方がいいです、逆に。取り逃すんで。って感じで今回、達也の終了といたします。皆様ありがとうございました。チャンネル登録さん、乗ろうぞ。絶対せよ。